どまったくこれはちょっとねはぁーって感じだね。ああこういうのはさしょうがないもん言ってやるよじゃあ、うん、2人とも可愛いよちょっとそれだろふざけやがってよ大体そうなんだよなそういう振りでくるやつって大体自信あんだよ本当に何がブスだなだよな、ね、結構好きなタイプだよ透明感がわかるわ、ね、かるよこのねそうよまあねなんせ透明感、うん、なんだろうなだって俺女優の涼さんに似てると思うあ似てるもう涼ですよこれね丸の内あたりでね ある洋服屋さんじゃない、うん、OL を専門に扱ってちょっと小綺麗な、うん、店ショップね洋服屋さん、うん、そういうところのプレスで働いてる感じ、うん、そうなんかおしゃれでねおしゃれな感じですごく肌が白くてね、うん清潔感があってね、透明感があってね、すごいタイプの。やっぱ格好も好きだな、こういうの。これをさ、ブスだなって言ってほしいっていうのが夢ってもう、これ本当に嫌われるよ、クソガールが。絶対ダメ。で、これクソガールから嫌われるよって。ダメなやつだよ。性格悪いんだよ、これ。何言ってんのって言って。うん。でも結構ね、今日から聞いてる人もね、多いと思うんですが、まあうちのラジオ聞いてる男も女もね、うんまあ、どうせ変なやつがしか聞いてないっつってクソがあるクソめんって言って、うん、まあ前回写真を送らした回があるわけよ。そうだ、ね、そうすると本当にやっぱちゃんとクソがあるクソめんもいるんだけど、いるいる、うん、結構ね可愛い子が聞いてるっていうことでね、うん、結構実感してんの。わかるね、びっくりするね。あれねこの前さ、うん、ほら俺がドバイ行ったっすよ、うん、週末。あはい、ドバイ週末ドバイ、ね、なんかプライベートで行ったみたいな感じだね。そう週末ドバイ、ね、仕事でドバイ行って、うん、ドバイと言ったらエミレーツ航空ね、うん、エミレーツね、うん、飛行機会社エミレーツ、うん、世界一と言われている、うん、航空会社、はいはい、で大体こう、うん、ドバイ行く時にもそれで行くんですよね、はい、まあ、他の航空会社もあるんですけど、うん、そこの CA、はい、結構可愛い CA、 おお CA ね可愛いだろうな、そこの CA だったら、聞いてました。おお、まず最初にね、お担当がね2人いたのね。で1人はね顔もほぼ日本人なんだけどちょっとなんか外国の血入ってるかなっていうような感じのまた綺麗な人なの、はいはいはい、やっぱ話すと、うん、ちょっとこう日本語が、うん、後から覚えたなっていう日本語なの。おお、多分なるほど母国語じゃないの、うんうん、日本語、はいはい、ちょっと片言な、まあ、片言よりはうまいけど、うん、なんかこうそういう日本語なの、はい。でさ、うん、でもう一人こううろちょろしてるのはもう日本人っていう感じの人でさ、ちょうど、はい、目が合うと微笑んでるのよね、うん、でその片言の方がしょっちゅう来るんだけど、はい、それがさ、まあご飯とか何回か来て 3,4、うん、回目ぐらいかな、うん、私のあの同僚があなたに興味ある片言の人が言いそうなやつだ、あれ、あなたに興味ある、うんうんうん、あそうなのなんて、お、じゃあよろしく伝えてってなんて言ったら、うん、終わった後にさ、帰りかな、なんか持ってきてくれたんだよね、うん、もう一人その日本の方が、それは興味の興味ある方のある人だよね、そうそうそう、うん、だからこのメモ用紙を、はそうくれたの、やらしい、何と思って、うん、連絡先とか書いてあるのかなと思った、うん、連絡先が書いてないんだけどメッセージが書いてある。なんでそこに、うんうん、いつもねエミレーツ航空をご利用いただきありがとうございますと、うん、毎週荻原さんのラジオをね、うん、聞いております、エミレーツの話もしてくださいましたよねって。確か去年したんだよ俺、ね、あんま覚えてないんだけどしたのよ、した、うん、去年のドバイ行った時の話で、ね、今後とも頑張ってくださいっていうメッセージだけが書いてあったから、うんうんうん、ああなんかいいことだなと思って、うん、それを、まあ、胸ポケットにしまい、うん、そして降りようと思った、もう到着した時にその立ってたから、その子が横に立ってたから、はいはいはい、あさっきこれね お手紙もらったから、うん、お礼をと思ってさ、うん、こうありがとうございます、こん なんかメッセージもらって、うん、ラジオなんか聞いてるんですか、うん、なんか CA エミレーツの CA なのにクソがあるじゃないですかっつって、いやそうですよ、でこんな珍しいですね、うん、こんな CA で聞いてるなんて言ったら、はいはい、いやいやエミレーツの CA とかいっぱい聞いてますよっていうの。有名ですよ、だって萩さんが去年ほらエミレーツの女の子がすごく軽くてなんかチョメレーツみたいなこと言いましたあらららら、言ってねえわ、チョメレーツなんて言うわけねえだろ俺がなんか、うん、すげえエミレーツの子をなんか軽く言ったみたいな一曲いきましょう、はるかとみゆきで世界。
そういうの聞くとちょっとテンション上がってきますね、なんかね。俺行ってないって今言ったの。うん。著名列なんて。あ、著名列？うん。そんなね、エミレーツをそんな軽い女みたいなことをね、言ったら、うん、失礼だと。うん。って、俺そこでは今言ったんだけど、今、工務店さんもヒゲちゃんも、なんかそんなこと言ってた気がしますよ。まあ、著名列は言うのは、俺も記憶ないけど、うん、軽い、ものすげえ軽いって言ってることは言ってたよ。そんな話は。エミレーツは。エミレーツはやばいぐらいのことはなんか去年言ってた気がする。本当？うん、楽勝だぐらいのことは言ってた。それは、うん、あれじゃん、たまたま、まあまあまあ、前回ね、うん、ほら、行った時にさ、飲んだと。うん。行ったじゃない？はいはい。一緒に。飲んだ話しましたね。そう、だから、その時に俺行ったのは、覚えてるのは、やっぱり、ドバイに住んでるから、うん、で、そんなにやっぱドバイって日本人が来る国でもないし、うん、だからこう日本の人とか来た時には、意外とこう、うん、まあ、寂しいから、うん、遊んでくれる確率は高いんじゃないのかっていうニュアンスで言ったかもしれないよ。まあね、うん、あと、ほら、そのドバイ住んでるから、うん、ドバイ、なんだろう、スカートが短いんだよね。外国に住んでる日本人って。来た時の格好がね。びっくりするよね、ああいう。外国の人がパーティーに来るような、ちょっとしたこう、ボディコンのようなドレスで来るのね。日本では絶対着ないだろっていう格好なのよ。うん、それを向こうでは多分それが当たり前なのかもしれないけど、は、う、い、ん、ちょっとドキッとしちゃうんだよね。しちゃうね。軽く感じちゃうんだよね、ああいうのが。うん。そう。そう。そしてエミレーツも聞いている、うん、このおぎやぎのメガネビーチと。なんかいいね、エミレーツも聞いているっていうね。このタッチフレーズ。なかなか、うん、なかなかいいでしょ。ね、いいよ。で、どうだったそのドバイで、そのエミレーツは？エミレーツ関係はなんか、その後。まあ今回もね、ちょっと多少、エミレーツ。多少遊んでんの？エミレーツと。まあ多少ちょっと、あエミレーツ関係もね。いやー、楽しそうだね、エミレーツ関係とまた。やっぱね、そこは。これだからやっぱ、うん、もしかすると、僕たちは、うんうん、毎年、パリの凱旋門賞、はい、行ってますね。行ってるね。あれはもう3年連続行ってんのかな？行ってる。行ってるね、はい。で、今年も、まあ、行こうかな、なんて。まあね、ね、そうね、うん。そう。で、ドバイも、まあ、2年連続行ってるね。まあ、今回矢作だけど、ね。俺だけだけどね、うん。うん。そうすると、ちょっと来年もあるのかなと。なるほどね、うん。ドバイが。下手すると。うん、あるかもしれない。うん、そう。と、うん、いうことで、まあ、エミレーツに関するね。